こんにちは、ゆめです。はい、今日はじゃん、この緑エメラルドグリーンのチャイナ服に着替えていきたいと思います。はい、それでは早速レッツゴー。今日つけてる下着の紹介をしたいと思います。今日つけてる下着はじゃん、青みピンクっぽいやつで、なんかフリーツのレースみたいなのがついてて、中は普通のシンプルめなデザインの形の裏をつけてます。はい、続き着替えていきたいと思います。はい、今日履いているおパンツは、じゃん、さっきのブラとセットで、これも2段レースになってて、これも中はね、シンプルなレースの感じのおパンツになってます。はい、早速着替えていきたいと思います。はい、チャイナ服に着替えてみました。こういうタイプの色は初めてで、なんか後ろはね、編み編みみたいな紐が交差してる感じの、ちょっと後ろから見るとね、セクシーな感じのチャイナ服を着てみました。はい、この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。あと概要欄の方にファンクラブのリンクも貼ってあるので、よかったらこちらを見てください。はい、ということで以上、ゆめでした。バイバーイ。